はい、皆さんこんばんは、ラーナです。どうですか、お元気でしょうか。で、今日はね、なんだろう、ちょっといろいろ考えちゃって、最近はね、日本とロシアを比べるね、自分の中でなんだろう、あまり意識がなくて、まあ、日本と比べればロシアで変だと感じたところについてお話ししたいと思います。はい、で、今日の飲み物なんですが、ただーん、こちらのキリンラーガーになります。はい、今晩のつまみの紹介になります。はい、イカ七味焼き。あ、すごい湯気が出てて、ちょっと困っちゃった、カメラが。はい、で、その次はもう一個なんだけど、はい、私の大好きなわさび入りのタコバサでーす。味楽しみでーす。久々にキリンラーガー飲みます。よし、せっかく仕事終わりなので、まあ、美味しい冷えてるビールを飲みたいなと思います。美味しそうやな。お、はい、泡も最高の感じです。じゃあ、はい、皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うん、いい香り。ビールってやっぱね、仕事終わりで最高にうまいですね。試してみましょう。とりあえずタコバサ。タコバサはね、居酒屋とかに行くときに、まあ、後乗りとか普通にするなんですけど、家でね、つまみとして使うのはなかなかなかったんです。うん、普通にうまいな、これ。ビールめっちゃ合いますね。と、イカの七味焼き。これね、こういう感じのイカにマヨネーズついてることが多いなんですけど、あれね、なんかついてなかったし、で、うちはでもマヨネーズが置いてないから、まあ、そのまま食べます。美味しい。やばい、マジで止まらないんだけど。うん。そうで、今日はね、お話ししたいことなんですけど、うん、ロシアの変なとこ。まあ、正直言って言えば、まあ、ロシア生まれ、ロシア育ちなので、変っていう感覚はそんなにないなんですけど、まあ、ちょっと皆さんにも、ご紹介したいと思います。一番目なんですけど、皆様ってさ、日本では、まあ、接客業に関わってる方々だったりとか、営業の人たちだったりとか、あれ、やっぱお客様ってすごい大事にしないといけないって思ってるんじゃないですか。それね、すごく素敵だと思うなんですけど、ロシアでは、いや、もちろん、ちゃんとしてる企業であれば、そういうふうに考えてると思うなんですけど、小さな店だったりとか、小さなレストランだったりとか、すごい、お客様を大事にしない。お客様を大事にしないというよりかは、もう本当に立場はもう日本と比べれば逆転してます。日本だったらさ、何か問題が起きたら、お客様がそれをスタッフに伝えれば、あ、すいません、申し訳ございませんとかね、とりあえずお客様の気持ちを受け取って、まあ、悪いか悪くないっていう別として、ちゃんと謝ってくれるんですけれども、ロシアの場合はね、文句が言ってもはってなりますし、
日本人みたいに性格が優しそうで、あまり喧嘩したくないっていう人であれば、もう本当にもう完全に負けになります。例えばスーパーで商品の間違ってスキャンされたとしても、それでお会計終わってから文句言うと、はなんでお前はお会計の時に確認してねえのとかって言われたりとか、もう何も知りませんよ、お前の問題だろとかって言われたりとかします。あとね、本当に高級店とか高そうな店とかに行っちゃうと、もう本当にまあどうせお前は何も買わないだろうなってみたいな顔をされたりとかして、それでもう全然まあお客様として見てくれないっていうパターンが多いですね。日本はね、どれだけ高いブランドのところに行ってもちゃんとしてる接客を受けられます。はい、どれだけ変な格好で入ってきても、それはすごいいいなと私は思います。はい、その次のロシアの変なところなんですけど、あのね、それはまあなんだろう、ロシアってものすごく寒いというイメージあるじゃないですか。で、なんか私の地元だと普通に冬になるとマイナス20とかマイナス23、25、まあある程度ね、2月か1月あたりの普通の天気なんですが、で雪も降ったりとかしてて、まあすごい天気になってるんですけど、それでもロシアの皆さんがおしゃれってしたい人たちはね、一切帽子とかをしてません。いや、皆さん分かりますよね、マイナス20度ですよ。マイナス20度ってさ、耳もすごい冷たくなるんじゃないですか。冷たくなるより冷えたりとかして、もう本当に脳みそもこれそぐらいの寒さなのに、もう帽子とか一切つけない。例えば女の子だったらもうなんか髪の毛を汚染として、この生徒が崩れちゃう、帽子をかぶると崩れちゃうからつけたくないとか。で、それはね、帽子の話は別に、まあ分からなくもないなんですが、自分はそういうことやってたので。なんですけど、まあ冬でものすごく寒くて道も凍ってるのに、ハイヒールを履いてミニスカートにストーキングしか着てない女の子はめっちゃいます。で、今ね、日本に暮らしてて日本の冬でもストーキング寒いと思ってるのに、ロシアのマイナス25度の時はもう本当にありえないだと思います。で、それにプラスハイヒールを履くと、もうこのね、道を歩くっていうよりかは、ずっとこのアイススケートをしてる感覚で歩かないといけないんです。20年間ロシアで生きてきて、今でも全然理解できないと思います。とりあえず皆様はね、寒いと思えばもう少し暖かい格好した方がいいと思います。はい、でもう一つはものすごく変だと思ってるところなんですけど、これはね、ロシアの全ロシア共通になるかどうか私は正直言えば分かんないなんですけど、でもうちの地元だったら地元の人間は必ずそれは共感すると私は思います。ロシアはね、夏の終わりになると8月終わりぐらいから9月の頭にかけて、お湯が出なくなります。もう本当に意味が分かんないなんですけど、もう水しか出ないなんですよ、お風呂とかシャワーでも。なぜなら、なんか点検だったりとか、まあ、水道の点検だったりとか工事だったりとか行ってるらしいなんですけれども、しかもその期間はほぼ2週間になります。2週間ですよ、2週間。それは本当に毎年行われてます。
毎年で、しかも日本の8月だったらまだ天気もそんなにね、まあそんなにっていうかめちゃくちゃ暑いから、まあ、逆に水だけでシャワー浴びても気持ちぐらいなんですけど、ロシアはね結構涼しくて、もう外に出るときになんか上に着ないとかなり寒く感じるので、もうお湯がなくて水でシャワー浴びられないといけない、浴びないといけないのはちょっと不思議だと思います。じゃあもう一つなんですけど、それはね若者に通用しないだと思うなんですけど、うちのお母ちゃんの世代の話になると思うなんですけど、テレビ依存症です。ね、テレビ依存症っていうよりかはテレビってさ、政府だから全部監視するじゃないですか。だからテレビで何を出すとか何言えばいいとか全部管理されてるんですけれども、うちのお母ちゃんの世代の人々たちだとテレビが絶対嘘をつかないっていうことに信じてます。それはさ別にまあ嘘かどうかはまあ置いといて、私は思うのは人間って何でもあっても自分の意見を持つのはすごい大事だと思うなんですから、テレビだけではなくインターネットも見たり新聞や本とか、ね、読んだりとか専門家に聞いたりとかさ、いろいろね情報を集められる方法をたくさんあると思うなんですけど、だからテレビだけではなく自分の頭を使って、まあ、いろいろ考えてほしいなんですけれども、あちらの世代の方はもう本当にロシア人であれば誰でもとりあえずテレビが 100% 本当のことを言ってると思ってます。それはね私は海外に住んでる人としてちょっと地元に帰るとしてもね結構言われます。例えばいやお前は海外に住んでてお前はスパイかもしれないだったりとか、全然仲良くしてくれなかったりとか、だからねなんかもううちの国を裏切って逃げただろうとかって言われるので、もう本当にテレビを一日ずっともう毎日ずっと見てる人を私は怖いだと思っています。落ちました。はい、皆さん、じゃあ今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。で、ですね、私のしゃべりが面白いと思った方はぜひ高評価かチャンネルの登録などをぜひよろしくお願いします。じゃあもうラナがね美味しいつまみを食べてビールも飲んでこれからちょっと寝る準備に入りたいと思います。では皆さん今日も一日ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。じゃあねー。